ちゃんと柱の陰に隠れてて、今そっちに行くから。タッカを飛んできて、そのまま戦ったからな。少しめまいが、発火能力を使いすぎたようだ。オーバーヒートか。発火の源になる体内の酸素を使い切ったんだ。シェー終わりだ。劣化星宮、おとなしく降参しろ。せっかく適合者の子供を見つけたんだ。伝道者のために逃がさねえぜ。何のために子供たちをホムラビトに変える？他にも仲間がいるのか？伝道者って何者だ？適合者の子供を見つけて能力を持つ仲間を増やす。ホムラビトを作って人間を炎に返す。全ては伝道者のおぼし飯。目的は何だ？天に座す炎の星の輝きを見ろ。大いなる太陽神の懐に帰るんだぜ。全ての人間を炎に変えて地上を延々の炎で包む。不完全な人類と地球を救いの炎で焼き返る。そしてこの星を第二の太陽に。お前何言ってるんだ。星を聖みんな今のうちに離れるぞ。逃がさねえぞ。火事で死んだことにしてさらん。子供のうちから伝道者の教えを授ける。火事で子供のうちから。お前らもしかして俺の弟も？燃えろ俺の聖剣。熱狂しろ。やめろ。自分の炎に焼かれるぞ。俺が燃え尽きる前にお前ら全員焼き尽くす。ラートム！これは言ってただろう。お前の後ろにはいつも俺がいるって。カリム、邪魔をするな。やめろ。お前が熱くなればなるほど俺はお前を冷やす。こんな氷蒸発させてやるぜ。ファイヤー。こんなことするためにいつも後ろにいたんじゃねえんだよ。